影が終わりました。2日間でですね、かかって撮ったんですけど、もうくたくたで、こんな感じで撮りました。昔はなんか1日で100匹ぐらい撮れたんですけど、今日50匹撮っただけでもくたくたです。なんか僕だけ喋ってたのは気のせいでしょうか。最近カメラマンの本音はほとんど喋ってないいや、あのね、今日は特に喋らなくしました。はい、そうですね。今こんな感じでですね、撮影終わりました。55匹です。行きました。今現在この一池で飼ってる状態なんですけども、ちょっと多いので、後ほどですね、2面に分けるかですね、まあ、今隣ちょっと魚がまだ入っている状態なんですけども、2面に分けるか、それとも20トンぐらいの大きな池にですね、移動していこうかなと思っております。まあ、動画でもですね、何度も申し上げておりますが、自動給餌器を使ってですね、1日、まあ、6回か7回ほどやってですね、大体プラス10センチぐらいを目処にですね、飼育していこうかなと思っております。現在水温は23度ぐらいなんですけどもね、レポート1ヶ月後のレポートでその難度とかですね、給餌方法、色上げ等ですね、どんどん報告していきたいなと思っております。はい、こんな感じで、まあ、ちょっとコインも光って見えると思うんですけど、次回の報告はちゃんと上にですね、テントをやったりしていこうかなと思っておりますけども、まあ本当にこちらもですね、実際、品評会を行いますので、ぜひ楽しみにしていてください。お預かりはですね、何度も申し上げておりますが、お客様にお任せするような形となります。10月までお預かりということになりますけども、10月の初旬にですね、コンテストを行います。やはりですね、例年、暑い夏を迎えますので、夏の間にですね、日が緩んでしまう声もやっぱり出てしまいます。その辺はですね、ご了承いただきたいなと思っております。しかしながらですね、お客様の大事な行為をお預かりするわけでございますので、責任を持ってしっかり行っていこうかなと思っておりますので、ぜひですね、一人でも多くの皆様に参加いただきましてですね、皆様と一緒に楽しんでいきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。結構立派な鯉が揃っておりますね。はい、どうでしょうか、何か一言。はい、模様もね、撮影しましたが、いい鯉が揃ってますので、いろんなパターンもありましたしね、段物から丸天から。そうですね、実際朝10時ぐらい始めて、今5時過ぎまして、5時になりましてね、結構かかりましたね。はい、はい、これから私の方で編集作業を行って、火曜日ぐらいまでにはサイトの方にアップする予定をしておりますので、楽しみにしてください。また第1回目の、中間報告は、だいたい7月ですかね。そうですね、1月の中旬までには1回入れたいなと思っております。はい、その時にはどういった飼育状況か、どこで飼っているのかも説明したいと思います。こちらは大きいボイ、ハウスの方で今飼育しておりますね。はい、ぜひ、楽しみにしていてください。はい、はい、第14回目を迎えます飼育コンテスト、今回は初の星金さんのパークですね。星金さんにもご協力いただきまして、かなりいいものが揃えられたと思っております。関口さんの締め、そして、星金さんのまあまあお付けする方、まあ、メインは仕上げて買う方なんですけどもね、していきたいと思っておりますので、どちらも楽しみにしていてください。よろしくお願いいたします。はい、ぜひ、ご期待ください。よろしくお願いいたします。